はいどうも、吉武と申します。今回は消防士におすすめの握力トレーニング方法、ロープブリッジとかを渡り切るために必要な握力トレーニングについて紹介していきたいと思います。はい、ですね、救助隊にとってですね、最も大切な道具のうちの一つが、ロープになります。で、消防士の方だったり、もしくはですね、これから消防士になりたいっていう方にとってですね、おすすめのトレーニング方法を紹介していきたいなというふうに思います。で、消防士にとってですね、ロープっていうのはですね、人命を救助する上でとても重要な道具になってきます。で、ですので消防士になって初任研修ですね、消防学校を通っている時からですね、ロープを使った訓練っていうのは非常に多くやってきます。その中でもですね、ロープブリッジとかとロープ途半登るですね、そういった時にですね、最適な握力とか前腕のトレーニング方法ですね。で、ロープブリッジとかっていうのはですね、一番イメージしやすいのが、こういった感じのやつですね、端から端にロープを転調して、そこをですね、救助隊がロープ1本でですね、ロープ1本と自分の体1つでですね、渡っていく作業というかですね、動作になります。で、初任研修中にですね、このロープブリッジとかの研修を やらされるんですけれども、本当に慣れないと、腕の力ばかりに頼ってしまって、で、途中で落ちてしまうといった感じになります。で、これ、YouTube でですね、ロープブリッジとか消防とかで調べていただければいっぱい動画が出てくるんですけれども、この逆向きになって渡る動作をですね、モンキーと言うんですけれども、この動作の途中でですね、本来であれば全身使って渡れるんですけれども、いきなり初任研修とかでですね、やらされるとほとんど腕の力だけで渡ろうとしてしまって、で、大体半分ぐらいまでいけるんですけれども、それ以上いくとですね、慣れない人というかですね、体重が重かったりとか、パワーがない人とかはですね、途中で握力の力を全て使い切ってしまって落ちてしまいます。で、落ちるとですね、本当に苦しくて、本当にですね、握力に全く力が入らないぐらい使い果たしてしまうので、そのまま命綱一本でですね、宙吊りになってしまって、教官とかからですね、怒号が飛んでくるというような状態になってしまいます。で、私自身もですね、初任研修中に初めてこのロープを渡った時にですね、途中で力尽きてしまって落ちてしまって、本当にですね、苦しい思いをしたというかですね、手に力が入らないからどんだけ戻ろうと思ってもですね、戻れない。で、かつでやっぱり怒られるし、宙吊りになって熱中症直前ぐらいになって苦しい思いをしていたっていうところがあってですね、で、これ、消防学校じゃなくて、救助技術大会っていうのがあって、その種目にもなってるので、私2年目、これの、選手候補みたいな感じで訓練させてもらったんですけれども、相当苦しかったですね。で、初任研修中にですね、落ちたのがあまりにも苦しかったので、そうはなりたくないなと思ってですね、私なりにトレーニングした方法があって、そのトレーニングやった結果ですね、落ちはしたんですけれども、落ちてもですね、非常に回復してですね、また登れるようになったりしたので、そのトレーニング方法をですね、紹介していきたいなというふうに思います。はい、これはブログに書いてあるので、もしよかったらですね、ブログのリンクの方も掲載しておくので、そっちも合わせて見ていただければなというふうに思います。はい、でですね、おすすめの握力トレーニング方法なんですけれども、非常にシンプルです。握力のトレーニングといったらですね、ハンドグリップですね。で、こちらで私鍛えてました。で、おすすめのトレーニング方法、ハンドグリップといってもですね、いろんなハンドグリップがあって、おすすめがですね、スポーツショップにとかですね、Amazon とかで検索すると500円ぐらいとかでですね、見つかったりするんですけれども、一番おすすめはですね、100円ショップのやつで十分です。100円ショップにもですね、ダイソーとか多分セリア売ってるかな、そこちょっと前見たことないんですけど、ダイソーには売ってました。ダイソーで100円でハンドグリップが3種類ぐらいあるので、軽く握れるやつですね。で、それを購入してきて、ハンドグリップを1日1000回以上握ります。もう本当シンプルにそれだけですね。身も蓋もない説明になるんですけれども、私の場合100円ショップで買ってきた、20キロって書いてあったハンドグリップですね、100回1セットにして、暇を見てはもうにぎにぎひたすらしてました。で、最大ですね、1セットあたり200回ぐらい連続でも握れるようにしてました。でですね、この特徴なんですけれども、握力というのはですね、2つ特徴があって、1つはですね、他の筋トレの部位、大胸筋とか大腿四頭筋とか他の筋肉の部位よりもですね、先天的な素質で決まりやすい筋肉ですね。
私自身ですね、ハンドグリップで1日1000回ぐらい握ってたんですけれども、握力とかで測ると50キロぐらいですね、握力は。でここのその元の最大のパワーみたいなのはですね、ある程度先天的に決まりやすくて、そんなトレーニングしてない人ですごく力が強かったりとか、すごく一生懸命トレーニングしてるけどそんなに最大の握力って上がらなかったりする人とかもいます。まあ、それが一つの特徴と、もう一個はですね、筋肉の中でも非常に回復の早い筋肉といったことですね。で他の大きい筋肉、大胸筋とかベンチプレスとかですね、週に2回とか回復する時間も大事になるので、しっかり鍛えた後は休ませるってことが大事なんですけれども、前腕に関してはですね、ほぼ毎日鍛えても大丈夫な場所になります。腕なので、腕の前腕で本当に毎日使う部位なので、多分人間の体の構造的にですね、回復しやすいような場所になるのかなっていったところですね。ただですね、本当に限界まで負荷をかけた場合は休ませた方がいいんですけれども、よっぽどかですね、激しい握力トレーニングをして、筋肉痛がすごく辛いよっていった限りではない限り、毎日やってもいいかなっていったところですね。で私自身ですね、1日1000回のハンドグリップはレンジャー訓練ですね、救助技術大会の本格的な訓練が入る前、数ヶ月ぐらい前から1000回とかですね、定期的にそんな苦もなく握れるぐらいまでやってました。で正直1000回って聞くとですね、なかなか大変だなと思う方もいるかもしれないんですけれども、慣れるとそんなに苦ではなくなります。でむしろですね、このハンドグリップ握ってないと落ち着かなくなる変態体質みたいになってきます。でおすすめの方法なんですけれども、100円ぐらいで売ってるので、それをですね、2、3本ぐらい買ってきて、私が当時やってたのはですね、車の中に1個置いておくっていうのと、あとは勤務先、職場とかにですね、自分の机の中に忍ばせておいて、ちょっと暇な時間があれば握ったりっていった感じでやってましたね。筋トレの補強にも非常に良かったので、そういった形でやってました。車の運転の時とか、信号待ちになったらすぐに、連続してダッシュで握って50回以上やったりとかっていったことをやってましたね。なので最初はですね、トータルで1日1000回ぐらい握れるようにして、少しずつですね、連続して一気に握れる回数、100回連続で握れるようにしたりとかしていけばいいのかなっていった感じです。でこれも一見辛そうには見えるんですけれども、慣れるとですね、本当癖みたいな感じでできるようになるので、非常におすすめです。でも私自身初任研修の時ではすぐに落っこちて、で復帰できないぐらい握力って回復しづらかったんですけれども、このトレーニングを積んでレンジャー訓練ですね、ロープブリッジとかの訓練をやった時にはですね、落ちることも少なくなりましたし、落ちてもですね、1、2分ぐらいでまた復帰できるぐらいの握力には回復してたので、ずっと10分20分宙づりになって他の人に迷惑というかですね、自分で復帰はできるようになりましたね。私自身ロープブリッジとか初任研修だった時にあまりにも辛かったし苦手意識っていうのが凄まじかったので、そういった部分でですね、自分なりに対策をしたんですけれども、それだけでも非常に握力自体はですね、持つようになったのし、ちょっとした工夫でですね、できるようになったので非常におすすめなのかなというふうに思います。はい。でこのトレーニング方法自体がですね、さっきも紹介したんですけれども、握力の最大値を鍛えるっていったことに関してはあまり向いてないですね。実際私も1日1000回とか2000回とか握ってたんですけれども、握力自体はそんなにその数値上は増えなかったので、持久力、回復力を鍛えるトレーニング系統かなっていったところですね。はい。これのトレーニング方法をですね、一つ参考にしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。あともう一個注意しておきたいんですけれども、これはあくまで基本的な基礎体力、基礎的な握力のトレーニングなので、結局ですね、このトレーニングをやってもですね、消防の救助技術大会の訓練とかやってもですね、結局先輩というかですね、コーチから地獄のように追い込まれる形になるので、結局苦しいことには変わりないんですけれども、目指すところはですね、その先の結果だと思うので、なんとか頑張ってやっていただければなというふうに思います。はい、はい、というわけでですね、今回のトレーニング方法は以上になります。他にもですね、ハンドグリップ使ったおすすめのトレーニング方法って結構あったりするので、それはですね、ブログ、私のブログ見ていただくか、もしくは次の動画で紹介できたらなというふうに思いますので、
よろしくお願いいたします。はい、というわけで以上になります。ありがとうございました。